フェアバンクスはアメリカ合衆国北西端アラスカ州の中央部に位置する都市である。人口は約3万人。アンカレッジに次ぐアラスカ州第2の都市で、アラスカ内陸部では最大の都市である。フェアバンクスの中心は北緯64度5017、西経147度4335に位置し、北極圏から約 160km 南に位置する。 市の面積は84.6キロ平方メートル。市内を、チェナ川が流れ、すぐ南で、ナナ川と合流している。なお、フェアバンクス付近でのナナ川は、猛状流路となっている。飛行区分では、冷帯湿潤気候に属し、年格差が大きい。アラスカ州内の内陸に位置するので、冬季は、摂氏マイナス30から40度前後、真冬には、 マイナス50度以下となることもある。夏は昼には25度を超えて汗ばむ日もしばしばある。1900年頃、アラスカカナダ国境近くのクロンダイクで金が発見されるとアラスカ全土がゴールドラッシュに沸いた。現在のフェアバンクス市近くの棚中川支流の渓谷でイタリア人フェリックス・ベドロが金を発見したことにより棚中川と チェナ川の合流点に1902年 ET、バーネットの手により公益所が開かれた。これにより町が整えられてゆき、1903年上院議員のチャールズ W ・フェアバンクスの名前を取って、フェアバンクスと名付けられた。現在でも市街地から距離はあるものの複数の金山が稼働しており、観光地にもなっているエルドラド近郊、日本の住友金属鉱山が、 採掘権を持つ保護鉱山などが存在している。主要な産業は夏季の観光である。日本人にとっては陶器にオーロラの最もよく見える街として知られているが、陶器にフェアバンクスを訪れる日本人は夏季に訪れる観光客からするとわずかである。また、フェアバンクス市の東側にあるいる村空軍基地は極東を睨んだアラスカ第二の空軍基地としても有名。 アラスカ州の北半分に位置する先住民の村を結ぶブッシュパイロット便の拠点ともなっている。フェアバンクス市の南西5キロメートルにフェアバンクス国際空港がある。アラスカ鉄道とアラスカハイウェイはフェアバンクス市が終点である。毎年冬に行われる犬ぞりレース、U、コンクエストでは、各年で出発地及び到着地となっている。ありがとうございます。